このビデオではバージョン2023-07から操作が簡略化された eSquare Studio i n s t を紹介します eSquare Studio 2023-07からより簡略にインストールできるようにライトモードとスタンダードモードを追加しましたこれにより従来のカスタムモードと合わせてインストールモードが3つになりましたライトモードは ビルドやデバッグ機能の最小セットをインストールします。特に eSquare Studio を初めて使うユーザーにおすすめします。スタンダードモードは最適化アシスタントやパフォーマンス分析など高度な機能もインストールします。カスタムモードは従来のインストーラーインターフェースで任意のコンポーネントをインストールまたは除外できます。eSquare Studio 2023-07以降では 使用する機能に応じて、ライトモードかスタンダードモードを使うと、簡略にインストールできます。ここではおすすめのライトモードを選択します。インストールモードを選択したら、NEXT ボタンをクリックします。インストールフォルダなどを確認し、NEXT ボタンをクリックします。使用するデバイスファミリーを選択し、NEXT ボタンをクリックします。 必要なデバイスファミリーだけを選択することでインストール時間を短縮することができます。コンパイラーツールチェーンなどを確認し NEXT ボタンをクリックします。それぞれのソフトウェア契約を読み I Accept the Terms にチェックして NEXT ボタンをクリックします。スタートメニューのグループ名を確認し NEXT ボタンをクリックします。 インストールするソフトウェアを確認し、インストールボタンをクリックします。インストールするモジュールによっては、途中で操作の必要があります。また、管理者権限への昇格が必要な場合があるかもしれません。インストール後、OK ボタンをクリックすると終了です。インストール後でも、 インストーラーを変更モードで再実行すればコンポーネントを追加することができます。